関西学生混成合唱連盟は、関西を所在地とする6つの大学混成合唱団で構成される連盟。通称は、関根連もしくは、KKR。1966年発足。名誉顧問は、松浦周吉。現在の顧問は、本城正宏。1964年に、関西大学混成合唱団響きと立命館。 大学混成合唱団メディックスが合同練習を催したことに橋を発し、1966年に関西学院大学混成合唱団エゴラド、同志社学生混成合唱団 CCD が加わり、4団で関西学生混成合唱連盟を発足。1969年に大阪大学混成合唱団、神戸大学混成合唱団アポロンが加盟し、 現在の六段による連名となる。1970年、大阪厚生年金会館中ホールにて、第1回の合同定期演奏会を開催。その後、1980年の第11回定期演奏会から2008年の第39回定期演奏会までは、毎年フェスティバルホールにて、定期演奏会を開催していたが、フェスティバルホールの老朽化に伴う建て替え工事のため、 他のホールでの開催を余儀なくされる。その後は、毎年5月ないし6月にザシンフォニーホールや京都、コンサートホール大ホール、兵庫県立芸術文化センターコベルコ大ホールなど、京阪神のホールにおいて、定期演奏会を開催しており、2019年には、第50回の定期演奏会をザシンフォニーホールにて開催するに至った。定期演奏会の最終ステージに据えられる6段。 合同演奏では、これまでに、田中信明、伊藤恵氏、藤井博樹、齋田義夫、清水圭一郎、松下幸、信長厚富らの移植所演を行っている。その他、連盟での主な活動として、六段の新入生がレクリエーションなどを通して交流するフレッシュマン交換会や、 格段の単独定期演奏会での演奏曲目の一部を互いに披露し、好評を交わすレパートリー交換会がある。他、ありがとうございます。